ファーティマ朝、ファーティマカリフ国ファーティマ朝は、シーア派の一派、イスマー・イール派が建国したイスラム王朝である。その君主は、イスマー・イール派が、他のシーア派からの分裂時に報じたイマーム、イスマー・イールの子孫を称し、イスラム世界の多数派であるスンナ派の指導者である、アッバース朝のカリフに対抗して、カリフを称した。王朝名のファーティマは、イスマー・イールの先祖である初代イマーム。 アリーの妻で預言者、ムハンマドの娘であるファーティマに由来している。ファーティマ朝は、北アフリカのイフリーキアで起こり、後にカイロに移って、エジプトを中心に支配を行った。イスマー・イール派の信仰を王朝の原理として打ち出し、カリフを称するなど、アッパース朝に強い対抗意識を持った。同じ時期には、イベリア半島のアンダルスでスンナ派の後ウマイヤ朝が、カリフを称したので、 イスラム世界には3人のカリフが定立した。そこから、日本ではかつては3人のカリフのうち地理的に中間に位置するファーティマ朝を中カリフ国と通称していた。ファーティマ朝の演言は、8世紀後半にイマーム派の第6代イマーム、ジャーファル・サーディクが亡くなった時、その長子イスマー・イールのイマーム異形象を支持したグループが、形成したイスマー・イール派にある。 イスマー・イールの死後はこの派からはイマームがいなくなり、強制が衰えたが、旧世紀後半になって、イスマー・イールのコム・ハンマドは、現世から姿を隠している隠れイマームであり、やがて旧世主として再臨し、隠された真実を権限するとする教理を主張するようになり、盛んに強戦活動を行った。ファーティマ朝の子孫ワイドゥッラーは、イスマー・イールの子孫を称するイスマー・イール派強戦。 運動の指導者で、899年には、従来の距離を改めて自らが、イマームにしてマフリであると宣言、活動を先鋭化していた。1、ウバイドゥッダーの指示に従い、イスマイル派に対する迫害の厳しい本拠地、シリアから離れた北アフリカで活動していた、共戦員のアブ・アブドゥッダーは、現地のベルベル人の支持を集めて、軍事力を組織化することに成功し、 909年に、イフリーキアを中心に、北アフリカ中部を支配するアグラ部長を滅ぼした。彼らはウバイドリッターをシリアから北アフリカに向かえカリフに衰退し、チュニジアの地でファーティマ朝が建国された。ウバイドリッターは王朝建設の功労者、アブーアブドリッダーを粛清して、カリフによる独裁権力を確立、チュニスの南に、シン マフリィヤを建設してシーア派国家のファーティマ朝の支配を固めた。ウバイグラーによる北アフリカへの進出は、そもそも西方で王朝の基盤を建設して、東方バグガードにあるアッバース朝を滅ぼすための第一歩と位置づけられていたので、ファーティマ朝は王朝の初期から東方への進出を図り、たびたびエジプトに遠征軍が派遣された。この一連の遠征軍派遣は、アレクサンドリアを 一旦は占領するものの、いずれもアッパース朝の軍により退けられ成功を収められなかった。このため、内政の強化とマグリブ方面への進出へと方針転換されたものの、モロッコではあとウマイヤ朝の介入によりはかばかしい成果を上げられなかった。一方で、北アフリカにおける勢力拡大も進められ、シチリア島まで勢力下に置き、また、チュニジアではスンナイが、 住民の多数を占めたので、ファーティマ朝によるイスマーイール派至上主義に対する反感が強まり、軍事費の増大をまかなうためにイスラーム法によらない増税が行われ、民心がますます離反した。アブーアルカーシムの第二ハワーリジュ派を中心とする組織的抵抗も起こったが、ファーティマ朝の勝利に終わって王朝の基盤は強化された。ファーティマ朝のエジプト征服も、 三章九百六十九年六月、第四代カリフのムイッツは、エジプトを支配するイフシードアサの内部崩壊に乗じ、シチリア出身の将軍ジャウハル率いる遠征軍をアレクサンドリアに派遣した。ジャウハルはほとんど抵抗を受けることなくエジプトを支配下に収め、カリフのエジプト移転に合わせて、エジプトの主婦スタートの北隣に、シントカーヒラを建設した。カイロは、 アラビア語のアルカーが、西欧の諸言語でなまった呼び名である。3。エジプトにおけるファーティマ朝は、イフシードアサの半島を踏襲し、エルサレムを含む南シリア地方まで支配を広げた。さらに真っ赤を含むアラビア半島西部のヒジャーツ地方をも保護下に置いた。ムイッツと、その子、アジーズの知性が、ファーティマ朝の最盛期となった。アズハルモスクエジプトの征服にあたり、ファーティマ朝は、 イフシードアサ以来の支配層の財産を保障し、強圧的なイスマーイール派の押し付けを避けて、多数派であるスンナ派との融和を図った。このため、ファーティマ町は内部に、これまで以上のスンナ派勢力を抱えることになったが、978年には、6つの建設したアズハルモスクにイスマーイール派の最高教育機関となるアズハル学院が開校され、 カイロでイスマー・イール派の教理を学んだ共戦員たちはファーティマ朝の反トにとどまらずイスラム世界の各地に散らばってイスマー・イール派を布教した。現在、シリア、イラン、パキスタン、インド西部で進行されているイスマー・イール派はこうしたファーティマ朝の積極的な布教により広がったものである。しかし、10世紀末のシリアで土着のスンナ派勢力による反ファーティマ朝の動きが 広がり、ファーティマ朝支配から独立した。一方、王朝発祥の父ュニジアでは、ファーティマ朝から、マグリブトリポリタニア方面の統治を委ねられていた。ズイール朝が事実上の独立を果たし、エジプト異性の領土が失われていた。さらに、第6代カリフのハーキムが1021年に、謎の失踪を遂げて、以降は、実力のないカリフが続き、 行政官庁の最高実力者である最小が実権を掌握した。同じ11世紀にはシリア地方にセルジューク朝、ついで第1回十字軍が到来し、エルサレムをはじめとするシリア地方。ヒジャーズの創始権もセルジューク朝に奪われ、12世紀にはファーティマ朝はもはやほとんどエジプトのみを支配するに過ぎなくなった。12世紀の後半に入ると洋弱なものが カリフの地位に就くようになり、最小の地位をめぐる軍人たちの争いが一切の抑えを失って政治はますます混乱した。さらに、ファーティマ朝の衰退に乗じ、シリア地方で激しく争う、イスラム勢力のザンギー朝とエルサレム王国などの十字軍国家がエジプトへの侵攻、介入を図るようになっていった。1163年、ファーティマ朝の有力者同士の最小位をめぐる争いに、 最初、一方の要請を受けた、ザンギー長のヌールティーンは、部下のクルド人の将軍、シールクーフをエジプトに派遣した。1164年シールクーフは、カイロに入ったが、エルサレムをアモーリ一世の介入により、シリアへと撤退を余儀なくされた。シールクーフとエルサレム王国はその後も、エジプトへの介入を繰り返し、1169年、 最終的にシールクーフがエルサレム王国軍を追ってカイロに入城した。1168年カリフの援軍要請によりシールクーフはエジプトへ入りカリフはスンナ派である彼を最小に認じたがシールクーフはそのわずか2ヶ月後の同年3月23日に休止し変わっておいサラーフッティーンが最小に就任した。サラーフッティーンは 一切実権を持たないカリフになり変わって、エジプトの政治を取り仕切り、外来のシリア軍に対して反乱を起こしたファーティマ朝の黒人奴隷兵軍団を撃破し、カリフ宮廷で勢力を振るっていた黒人官を殺害して、政権を固めた。さらに、自身の親族やマムルークにイクターを授与して、ザンギー朝式の国政を導入し、イスマイール派の奉還を追放してスンナ派の奉還に、 ええるなど体制の切り替えを進めた1171年、宮廷にこもりきりだった最後のカリフが20歳の若さで病死するのに前後して、サラーフッティーンはエジプトがアッパース町カリフの総試験を承認する宣言を行い、ファーティマ町は終焉を迎えた。ファーティマ町の消滅に伴い、代わってサラーフッティーンによるスンナ派王朝町、アイユーブ町がエジプトを支配し、 やがて、シリアへと勢力を広げてゆく。ファーティマ朝の際立った特性は、カリフを絶対君主とする、極めて中央集権的な国家体制を持ったことで、ある。これは、預言者、ムハンマドの重邸にして娘婿であった、アリー以来、その子孫がイマームとして父から子に受け継がれる政治的、宗教的な指導力を引き継ぐとするシーア派の原理に、裏打ちされていた。 ファーティマ朝のカリフはすなわちシーア派の一派であるイスマーイール派のイマームであるとされクルアンなどに示された神の意志の真なる意味を解釈する能力を認められるこの点で原則としては政治的な指導者に過ぎなかったスンナ派のカリフと比べると真剣的な力に裏付けられた権力を正当化することができた国家機関はアッパース朝と同様イスラム時代の初期から イスラム王朝によって行われてきたものを踏襲し、D1 と呼ばれる行政官庁によって調税を行い、軍人に補給を分配した。行政官庁の長が最小で、エジプト時代に地位を高め、次第にカリフに代わる実質上の最高権力者となっていった。エジプト時代の初期にはカリフ先生体制を背景に、最小には、 宮廷との個人的なつながりによって登用された有能なユダヤ教やキリスト教からの回収者が就任したが、11世紀後半以降は、軍人出身の有力者が就任するようになる。軍人は、王朝の創建当初は、その成立事情を反映して、ベルベル人の軍団、将軍が力を持ったが、後には、黒人、ギリシャ人、スラブ人、 トルコ人などからなる傭兵あるいは奴隷身分の出身者により編成された。軍人たちは、それぞれの出自、身分別に編成された軍団に分かれ、有力者同士の最小位をめぐる争いによって相互に対立したことは、ファーティマ朝の混乱の大きな要因となった。ウバイドゥッター・カイム・マンスール・ムイッツ・アジーズ・ハーキム、ザーヒル・アルム・スタンス・イル、 ビルダー・アルム・スターリー・ビルダー・アー・ミル・ハーフィズ・ザ・ーフィル、ファーイザ・アディド、西アジア市一、アラブ大発刊、佐藤継高編、山川出版社、審判世界各国史、2002年、黒くピレー87。ISBN4 から634413809。ありがとうございます。